今回は両肘を懐の前に出して取ることについてご紹介していきます。ここでの目的は呼吸率向上になっていきます。注意ポイントとしましては、呼吸の際この肘が体の横にくっついて呼吸してもらうようにしましょう。そうすることで体の近くになりすぎて窮屈な動きになってきてしまいます。そのためしっかりと肘を懐を前に出して打球を背で取っていく、こういった形を意識として取り組んでいきましょう。それでは練習方法をご紹介していきます。ベースボール1